それは突然現れた巨大不明生物。怪獣の名はゴジラ。11月7日、神奈川県にゴジラが上陸。自衛隊による迎撃作戦が始まった。作戦は失敗。その後ゴジラは全てを破壊し姿を消した。ゴジラ襲来から今日で5年。日本海付近での調査は進められていますが、ゴジラの消息は未だ不明です。久しぶり。あ、調子はどう？まあまあだな。今日で5年ね。研究は順調？順調も何も、上陸からもう5年、未だに消息はつかめない。そうね、こちらも研究データを調べてるけど進展はなし。ところで、政府が開発しているオキシジェンデストロイヤー、本当に実在するのか。わからない。すまない、前川教授から電話だ。教授、どうしました？ここ数日、主に関西の近海に異常な観測が。震源が移動している？まさかゴジラ。わかった、すぐに調査隊を向かわせる。休みのところすまない。君の頼みなら断れないさ。ところで、例の話なんだが。冗談だろ。教授はなんて？ここ数日関西の近海に動きが。緊急地震速報です。和歌山県で地震、強い揺れに警戒してください。また奈良県、大阪府、兵庫県。大丈夫か？ええ、一度屋上に避難する。火事やばい。すぐに被害状況の報告を。ただいま確認中です。ゴジラが上陸したようです。事前にわからないのか？5年ぶりか。関係閣僚会議の準備を。被害が拡大してるようです。一人でも多くを避難させるんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。